アイテム番号、SCP-628JP、オブジェクトクラス、セーフ、特別収容プロトコル、未機能状態の SCP-628JP、機能を失った SCP-628JP、破壊された SCP-628JP の残骸は、サイト、81、の標準収容コンテナにすべて収容してください。機能状態の SCP-628JP については、担当研究者の研究室において、観察と研究を行ってください。説明。SCP-628JP は、アリスの観察セット、としてパッケージングされたアリシークセットと、それを機能化させることによって観察が可能となる現像です。アリスの観察セット、は以下の4要素より構成されます。要素、サイズ、突起事項。SCP-628JP、A、スチロール樹脂製虫かご、幅約 29.5×奥行き約 18×高さ約 20.2、CM。壁面にパッケージと同様の書体で、アリスの観察セット、と記されたシールが貼られている。本体と蓋が分離できる構造となっており、本体は透明、蓋は緑色をしている。口述の機能状態において、蓋は変色する。SCP-628JP、B。と、約 0.8kg、N、A。SCP-628JP、C、アリ捕獲用ゼリー状餌、約 0.05kg、ラミネートチューブ入り。SCP-628JP、D、説明書、A4 サイズ1枚、SCP-628JP を機能状態とするためのプロトコルが記されている。機能状態となった SCP-628JP を観察する者は、本来存在するはずのアリの巣を認識できず、アリスと命名された実態と、その周囲の環境の現像を観察することになります。この観察対象を SCP-628JP、E と指定します。現在確認されている限り、SCP-628JP、E はすべて実在の人物であり、観察内容は実際に SCP-628JP、E に起こっている、または起こった、もしくは起こる、現象です。また、すべての SCP-628JP、E の周囲には、何らかのウサギ実体が存在する、または存在していた、もしくは存在を始める、ことが確認されています。SCP-628JP は破壊されたものも含めると240セット確認され、すべて財団により確保、収容されました。それぞれの SCP-628JP は、すべて異なった SCP-628JP、E の観察認識をもたらします。SCP-628JP 機能化プロトコル。以下は SCP-628JP、D に記された、SCP-628JP を機能状態にする方法をまとめたものです。SCP-628JP、A に SCP-628JP、B を敷き詰める。SCP-628JP、C にて、外部よりアリを捕獲する。捕獲したアリを SCP-628JP、A の中に放つ。アリが SCP-628JP、B 中に巣を作る。アリが巣を作り終えると同時に、SCP-628JP、A の蓋の色が、白、青、赤紫、金、虹色のいずれかに変色する。この状態となった SCP-628JP を機能状態と呼称します。機能状態の SCP-628JP を観察することで、SCP-628JP、E が観察されます。観察記録、20現在、2色、白。SCP-628JP、E、示唆、突起事項。SCP-628JP、1、アリス、高校生、サイ、女性。時差なし、ウサギの足をチャームとするネックレスを愛用。SCP-628JP、2、アリス、小学生、サイ、女性、時差なし、区立、小学校にてウサギ社の飼育員を務める。SCP-628JP、3、アリス、主婦、サイ、女性、時差なし、ウサギ肉のシチューが得意料理。SCP-628JP、4、アリス、牧場勤務、サイ、女性、時差なし、ロバ、ウサギ馬、の飼育を担当。SCP-628JP、5、137、様々、時差なし、略。SCP-628JP、138、アリス、中学生、年、女性、
小さな市、私立、中学校天文学部部長。月の観察が3日。昨日状態となった SCP-628JP のほとんどは2色が白になる。これらの SCP-628JP、E は様々な職業、年齢、人種にわたったが、すべて一般人であり、異次様性のある様子は観察されなかった。また、時差も存在しなかった。二色、青。SCP-628JP、E、時差、突起事項。SCP-628JP、139。芸名、アリス。俳優、モデル、サエ、女性。時差なし、ファンより送られたウサギのぬいぐるみを多数所持。SCP-628JP、140。筆名、アリスアリス。小説家、サエ、男性。時差なし、観察開始直後より、仕事場にてウサギを飼い始めた。SCP-628JP、141。アリス・ブラドライ・シェルドン、小説家、サエ、女性。約、年、青いリボンのタイプライターを用い、ウサギが主役の小説を執筆中。本小説は未発表作である。SCP-628JP、142。アリス、財団勤務、下級収容スペシャリスト。さえ、男性。時差なし、SCP-425JP の飼育担当。毎日餌やりに追われる姿が観察される。SCP-628JP、143。アリス、財団職員、研究職。さえ、女性。時差なし、研究セクター71にて SCP-1793 の研究、飼育に従事中。SCP-628JP、144。アリス、主婦、さえ、女性。時差なし、SCP-2036 を原因とするノビに遭遇し、死亡。以後、SCP-628JP、144は機能を失い、観察不能となった。二色、赤紫。SCP-628JP、E、時差、突起事項。SCP-628JP、145。アリス、小学生、さえ、女性。4秒、本 SCP-628JP、E は、タイプブルーである。ペットとして日本語を話すウサギを飼育中。SCP-628JP、146。アリス、小学生、さえ、女性。11秒、本 SCP-628JP、E は、それまで財団未確認の SCP-1284、1であった。SCP-1284、2を形成済み。SCP-628JP、147。生命不詳、職業不詳、年齢不詳、女性。時差不明、観察直後、SCP-1818 に遭遇。イベント終了後、SCP-628JP、147は機能を失い、観察不能となった。SCP-628JP、148。芸名、アリス。俳優、モデル、さえ、女性。足す12時間、SCP-628JP、139と同一の SCP-628JP、E、時差の違いに注意。二色、金。SCP-628JP、E、時差、突起事項。SCP-628JP、149。アリス側宮武人、皇族、軍人、さえ、男性。約、年、西暦1913年7月5日に亡くなるが、その直後、出所不明のウサギが遺体に生え上る。周囲の者は本 SCP-628JP、E が亡くなったことに気づく様子を見せず、依然として生きているかのように扱う。また、ウサギにも気を配らない。7月10日にウサギが遺体の上から退くと、7月5日に亡くなったことに気づいた、または訴求して思い出した。上記の異常波 SCP-628JP、149の観察者にも作用した。以後、SCP-628JP、149は機能を失い、観察不能となった。SCP-628JP、150。アリス。大アメリカ合衆国大統領、さえ、女性。約多数、年、観察開始直後、議会議事堂前での就任演説中に出所不明の SCP-524 に捕食され死亡。以後、SCP-628JP、150は機能を失い、観察不能となった。
2色、虹。SCP-628JP、E、示唆、突起事項。SCP-628JP、151。アリス・リデル、無職、10歳、女性。役、年、ルイス、キャロル作、不思議の国のアリス、の主人公のモデル。かかりつけ医であり、白ウサギのモデルである、ヘンリー、アクランドがごく稀に観察される。SCP-628JP に未来を認識させるものが存在し、観察によって未来が確定する恐れがあること。ウサギ型サイップとの関連が優位に存在し、観察者に対し危険をもたらす恐れがあること。現在機能状態にある SCP-628JP だけで研究には十分であること。以上3点を理由とし、これ以上の SCP-628JP を機能状態とすることは凍結されました。ほい。財団が確保、収容した SCP-628JP は、すべて遠山氏の居住していたアパートの部屋より発見されたものです。遠山氏は2016年9月30日に自宅にて狂乱状態で暴れているところを近隣住民より通報されました。警察及び救急が遠山氏を保護する際、機能状態の SCP-628JP 数十セットを確認し、その維持要請が発覚しました。遠山氏を確保した警官は、遠山氏がいくつかの SCP-628JP を破壊しながら、アリスが出てこない。俺はアリスじゃない、と叫んでいたと証言しています。警察内の協力者より財団へ情報の引き継ぎがなされ、遠山氏方宅に存在した機能状態、未機能状態の SCP-628JP、全240セット、20ダース、は財団に確保、収容されました。遠山氏は財団系列の病院に保護されていますが、錯乱状態が続いており、現在も意思の疎通が不可能な状態です。遠山氏はネットを通して SCP-628JP を購入していた模様です。遠山氏の所持していたスマートフォンには SCP-628JP の購入用らしきアプリがインストールされており、確保時の遠山氏方宅の床には使用済みの高額プリペイドカード3が133枚散乱していました。また、SCP-628JP は宅配を通じて配送されていたらしく、遠山氏方宅に残されていた宅配便の荷札には、内容物欄に、アリスの観察セット、1ダース、と。送り主欄には住所は書かれていませんでしたが、ザ・ファクトリ、と記載されていました。インタビュー記録628、日付2016年10月5日。インタビュアー、エージェント、警察を装う、インタビュー、南野、市、遠山市の隣室に居住。以下、何の市。記録開始。2016年10月5日。エージェント。恐れ入ります。遠山さんの件について、少しお話が聞きたいのですが。南野市、あらやだ。何、刑事さん、遠山さんがどうかしたの？エージェント。先日、遠山さんが暴れていた件についてですが。南野市、そう、怖かったわ。あたしがさ、ほら。あの再放送をさ、テレビで見てた時よ。エージェント。なるほど。記録では午後3時頃ですが。南野市、そうね。3時過ぎぐらいかしらね。あの時はほら、なんか、スペシャルの再放送で、ちょうど、鳴宮くんが、怒るな、落ち着け、考えろ、って、かっこよかったわよねー。でもねー、あんなこと言ってても、結局ダークナイトじゃ。エージェント。遠山さんの件についてですが、南野氏、遠山さん。いい人だったのにねー。まあ、最近ちょっとおかしかったし。エージェント。おかしかった、ですか。南野氏、そうなのよ。まあ、おかしかった、なんて、ちょっと言っちゃ悪いわよね。エージェント。奥さんがおっしゃったことは他には漏らしませんので、どうか、どのようにおかしかったか、お教え願えませんか。南野氏、アリスちゃんがねー、死んじゃってから、ほら、うつ、あれみたいになっちゃって。エージェント、アリスちゃんが死んだ。南野氏、そうよ。それはもう可愛がってて。猫可愛がり。って言うと、ちょっと変ね。まあ、とにかく、可愛がってたんだけど、病気かなんかで死んじゃったのよ。エージェント、なるほど。南野氏、確かにまあ、可愛かったわよね、アリスちゃん。おとなしかったし、下の階の剣棒なんてほんと、夜中でもうるさいし。刑事さん、何とかならない？エージェント、善処します。それで、遠山さんの件についてですが。南野氏、はいはい。それで、それからもう、鬱みたいになっちゃって。って、これもう言ったかしら？
エージェント。続けてください。南野氏、部屋に閉じこもっちゃってさ。仕事にも行ってるんだか行ってないんだか。たまに顔合わせても世界でも滅んだかみたいな顔で、挨拶もしないし。まあ、人間変われば変わるもんよ。エージェント。なるほど。それから、突然、Q、30に暴れ出したと？南野氏、それがね、違うのよ。エージェント。違う？南野氏、9月の半ばぐらいかしらね。回覧板届けに行ったわけよ。そしたら、見違えるように明るくなってて。なんだっけ、アリスにまた会えるかもしれない、とか何とか言ってて。エージェント。ふむ。南野氏、あの時の顔？エージェント。顔がどうされました？南野氏、数秒の間、いくら刑事さん相手でもこんなこと言うのは。エージェント。どうか、お教えください。秘密は絶対に厳守します。南野氏、そう、じゃあ言っちゃうけど、気持ち悪かったのよ。笑顔が。エージェント。笑顔が気持ち悪かった。南野氏、そうよ。もう、本当に、満面の笑顔で。あれは、もう、あの時からなんかおかしかったのね。エージェント。なるほど。南野氏、きっと、あれよ。覚醒剤とか、なんとかハーブとか。そんなの使ってたんじゃないの？部屋から見つからなかったの、刑事さん。エージェント。そのようなものはありませんでしたね。南野氏、嘘よ。だってほら、そういえばここ最近、ひっきりなしにピンポンピンポンチャイムが鳴って、遠山さんにしょっちゅう宅配便が届いてたわよ。ここのチャイム、音が大きいからよく聞こえるんだから。エージェント。そうですか。南野氏、きっとあれ、麻薬だわ。そうに違いない。本当にちゃんと調べたの、刑事さん、尿検査した？エージェント。したと思いますよ。南野氏、はぁ、ほんと、考えてみたら罪よね、アリスちゃん。一人の男の人生を狂わせちゃって。エージェント。先ほどからお話に上がる、アリスちゃん、ですが、我々の調べでは遠山さんは長年一人暮らしのはずです。一体どなたなのでしょうか？南野氏、あらやだ。刑事さん、アリスちゃん知らないの？日本の警察もダメねえ。それぐらい調べときなさいよ。エージェント。恐縮です。南野氏、アリスちゃんはね、遠山さんの飼ってたウサギよ。エージェント。ウサギ。南野氏、剣棒は犬よ。記録終了。アプリ、アリスの観察セット、調査記録628、ロ、日付2016年10月6日。遠山氏の所持していたスマートフォンにインストールされていた、アリスの観察セット、という名のアプリと、SCP-628JP の関連性を調べるため、これを起動し調査しました。調査責任者。研究員。スマートフォン操作者。D-628JP-1。起動直後の画面。スプラッシュ、もしくはロービング画面。0.5 秒のち、次の画面に自動的に遷移。遷移直後の画面。黒塗りについては財団による処理。排出停止について、で述べられている SCP-628JP-E らしき女性の死体がラスベガスのホテル、にて、鋭い刃物で部を切断されたような状態で発見されている。文中の石油くらいが SCP-30JP である恐れがあるため、宅配集積拠点に対策チームを配備した。再開期に記された、ハートのクイーン、なる人物が責任者のようである。右上のかける印をタップすると次の画面に遷移。遷移後、画面髪型よりカードが4枚スライドして画像の位置に収まる。メンバー編成、カードをタップしたところ、D-628JP-1 の頸部が瞬間的に切断される。アプリが自動終了し、自動的にアンインストールされた。アプリの再インストール方法が不明なため、調査はここで終了しました。3枚目のスクリーンショットの項目名から類推すると、アプリの内容はよくあるコレクション性のあるスマホゲームに類似していると思われる。セット購入を選択すれば、SCP-628JP を購入できたのだろう。D-628JP-1 の首が跳ねられたのは、遠山氏ではない者が触れたので、虚偽ログインに当たると判断されたためだろうか、どのように判定が行われたのかは不明だ。
研究員。メール調査記録628は、日付2016年10月7日。アプリ、アリスの観察セット、調査記録628、ロでアンインストールされた、アプリ、アリスの観察セット、の再インストール、または復元を施行中に、遠山市のスマートフォン内に削除されたメールがあることが判明したため、これを復元しました。メールは無効なアドレスから送信されており、返信することはできませんでした。着信日時、2016年9月30日 PM2 時50分。受信者、遠山、送信者。アリスの観察セット、サポートチーム。タイトル、RE、お問い合わせ。本文、遠山、様、平素は、アリスの観察セット、をご愛顧いただき。誠にありがとうございます。お問い合わせいただきました内容につきまして、サポートよりお答えさせていただきます。アリスの観察セット、は、ウサギとアリスのコンビが出現する仕様となっております。そのため、ウサギのアリスは出現いたしません。以上をもちまして、お問い合わせのご回答とさせていただきます。今後とも、アリスの観察セットをよろしくお願いいたします。アリスの観察セット、サポートチーム、スタックダイヤの9、本メールは送信専用アドレスより送信しております。ご返信はアプリ内、お問い合わせ、フォームよりお送りください。